ましょうか。動ける。あ、でも見えない。おー、なんか懐かしいなこの感じ。この前みんなが見えない感じ懐かしいな。ヘルカダール王、ロー様、そろそろ4大国会議を始めましょう。お二人とも準備をお願いいたします。ローから話を聞いたぞ。おおだ、そなたの息子ピースケがあの勇者の生まれ変わりとはな。すげえ。はい、息子は4大国会議の場で皆様にお披露目するつもりです。こんな大勢の方に祝福していただいて改めて実感しました。やはり勇者は我々にとって希望の光。話は後ほど聞こう。先に会議室へ行っておるぞ。お父さんちゃんと王の服着て、王の服じゃねえ、お城の召し物。勇者は訪れた視野の命運を左右する重大な存在だからな。みんな思うところがあるんだろう。さあアーミーよ、そろそろ時間だ。ピースケを預かりにエレノアの部屋に行ってきておくれ。一人で喋ってるのか。ここはユグノア城なんだ、本来の。なんだトラブルだ。こっちじゃないんですね。大臣、へえへえへえ。エレノアの部屋。あぶー。おお、マルチナもいる。赤ちゃんってこんなに小さいのね。ちょっと触ったら壊れちゃいそう。エレナーさんはピースキーに触っていい？うわ、マルチナのこと好きみたいね。遊んでほしいって言ってるわ。あ、かわいい。ピースが勇者として生を授けた希望の子。この子が大きくなったら父親に似ていかなる困難も乗り越える力強くたくましい子になってほしいわ。エルナー様にいたらみんなに優しい子になるわね、きっと。うわ、あ、もうこの当日にもう襲われるの、もしかして。アーミン様、さあエレノア、もうすぐ4大国会議が始まるよ。ピースケをこちらへ。かわいい、ちっちゃい。ピースケ、これから行くところは怖いおじちゃんがいっぱいだけど、何があってもパパが守ってあげるからな。まったくあなただったらそう強く抱きしめたら苦しいじゃないねえピースケ。今日みたいな特別な日に急にこんな天気になるなんて、私さっきから何か胸騒ぎがして。エレノア、安心してくれ。何があっても君とピースケは私が守るから心配いらないよ。
かっこいい。アーミー様、私は。かわいい。アルティナのお父様は強くて勇ましいベルカだろうが、私よりよっぽど頼りになるよ。さて、会議が始まる時間だ。私はそろそろ行ってくるからね。エルの後のことは頼んだよ。お母さんだ。いってらっしゃい。あなたピースケ。そこに誰かいるの？すごい、気づいた。あの子のピースケの気配を感じるなんて。今はアーミンと一緒の会議室にあるぞね。今日はピースケにとって大事な日なのに、私が不安がっちゃダメよね。こんな時なんかしっかりしなくちゃ。すごい。かわいい。仲間になってくれたもんね。え？手に入る。王の部屋。多分ここ来れんの一回きりだからな。おお。ムフフ。あ、ここ牢の部屋なんだ。あるよ、ないよ。これは下か？3階の会議室。あ、これ2階だ。あの子がそうなのか。あの技がある、間違いあるまい。暗黒の神に頼る頼る邪悪の神、凍てつき、凍てつくい、凍てつく黒いや黒き闇をまといて、母なる大樹に迫りしてき、フェイル紋章を携えす勇者、聖なる剣で邪悪の神を打ち、閃光となりてロトゼタシアの地を光で照らさん。老主戦記、終わりの歌か。戦記曰く、邪悪の神は古の勇者によって滅ぼされ、世界は平和になったはず。しかし以前に比べロトゼタシア各地に魔物が増えたこと、皆も気づいておろう。アーサーを率いるヴァンデルファン王国は邪悪な魔物に襲われ滅びたと聞いています。このような事態の中、勇者と同じ技を持つ赤子が生まれた。これが何を意味するのか、聡明なる王たちの見解を問いたいと思う。邪悪な神だとか魔物が増えたとかいろいろおっしゃりますがね、どんなに不安な影が世界を覆うとも、こうして伝説の勇者が誕生したのですぞ。勇者がいる限りこの世界の平和は約束されているのではありませんか。そんな簡単じゃないよ。なるほどの勇者がいる限り平和は約束されるか。
ロードのも人が悪い。先ほど語った老朽戦記、肝心な部分が抜けておったようじゃが。始まりの歌、老朽戦記の第一章、勇者の誕生が記された序言だ。生命を紡ぐ命の大樹、その息吹より生まれし光の勇者。勇者の光尽きることなきまばゆさで、果ては漆黒の影を生み出さん。影の名は混沌を滑る邪悪の雷。それでは伝説の勇者自身が邪神を誕生させたと。夜の暗闇がなければ星が輝けぬように、光がなければ闇も生まれない。太古の昔で定められた摂理の手。だからか。光と闇は常に表裏一体。勇者の誕生は命の退治の福音か、邪悪の目覚めの暗示か、果たして。言葉がすぐみますよ、クレイモラン王。クレイモラン王。勇者が悪と同等の存在などと。勇者が良い存在だとなぜ言い切れる。不吉な影は魔物だけではないぞ。最近になって夜空を輝く勇者の星が鈍い光を放つようになったじゃろう。ご子息の誕生と同時に起きた異変じゃ。何この会話。なんていうことを。わしには聞こえるのじゃよ。禍々しい輝きの中、勇者の星が歌う。ロトゼタシアを混沌へ導く破滅の歌が。かわいそう。一理あるな。デリカダールを。穏やかに、だが確実に世界には禍々しい足音が近づいている。その兆しが各地で起こっているのは真実だ。我々は上に立つ者として、ロトゼタシアに住む全ての民のためにその元気を絶たねばなるまい。たとえそれが伝説の勇者であってもな。うわぁ、もう乗っ取られてんだっけこの時。わかんないけど、それはこの子を亡き者にしろ、そう言っておられるんでしょうか。かわいそう。息子ピースケが生を授かる直前、命の大樹から聖なる光が発せられ、夜明け前の空をまばゆく照らしました。その直後、その光に共鳴するように光り輝く技をその手に携えたピースケが生まれたのです。この子は魔王ごとなき伝説の勇者、大いなる闇を晴らす力として、命の大樹が与えてくださった希望の光です。光と闇は表裏一体などではない。命の大樹の申し子である勇者の聖なる光は必ず闇を消し去る。私はそう信じます。パパ、よくぞ言ったアミーよ。あ、まだ乗っ取られてないか。もしも我らの意見に賛同していたら即刻勇者を引き取るところだったぞ。罠罠っていうか試された。勇者ピースケは命の大樹の意志、我々に与えられた光の力だ。全力で守らなければなるまい。と意地悪が過ぎたかの。お主の誠の心を知りたかったんじゃ。許せアウィンドの。カッ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 。うわ、人が悪い。我が国は勇者への支援を約束する。俺も騙されたし、ピクスキが16歳になった暁にはデルカダールで修練を積ませよう。ピースキにいち早く我々を導く力をつけてもらわんとな。あらららら、デルカダールを皆さんありがとうございます。いや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 、これ見て一件落着ですね。まあ私はこれ、いやいや、嘘つけ嘘つけだ、はっはっはじゃないよお前。では結論は出たようだな。我らの心は一つとなった。やったね、ピーちゃん。俺だけど、勇者さん、すべては命の大事な導きのまかに。さあ、これで四大国会議はしまいだ。勇者を待ちわびている者たちにピースケの顔を見せに行かれよ。うん、でかくない、デルカダール。ありがとうございます。デカダール王。それでは皆さん、長々とありがとうございました。四大国会議はこれに。うわっ、事件だ。どうした。皆さん、お逃げください。魔物が我が城に。グフ。やばい。
うわ、めっちゃいるわ。ライオネックみたいのもいるし。やばいな、これ。お逃げください。戦うのか。うわ、慌ててる。おお、もう中にいるのか。うわ、勇者はどこだ、勇者だぜ。数が多いな。しかし、悪しき異形の者どもに勇者を渡すわけにはいかぬ。ここは私とローが引き受けた。まだビースク連れてエレノアと共に城の外に逃げろ。ゼルカナロー、しかしこの数は。おりゃ、強っ。アンジェルナ、この程度の魔物に引っかこうとるほど追いぼれてはおらぬわ。あの人たちも後からか。強っ。ゼルカナロー、ロー様、ここは頼みます。来てるもんな、この中戦えるのかな。あ、戦える、戦えるじゃん。さあ、もう多分あっちは分からないんだよね。あ、分かんないんだ、やっぱ。倒せる、これは。どうさん、どっち行ったの。こいつら倒していきたいな。下だな。あれ？あ、王だね。アーニー様、私怖かった。あ、よくぞ無事にいてくれました。窓から大物のあなたの台風が向かってくるのが見えて、あなたとピースケは心配だ。今は話している時間はない。ピースケを連れ、ここから逃げよう。さあ、私についてくるんだ。魔物来るぞ。おお、君たちの舞台は私が絶対守る。それに何があっても、さあ早くここから出そう。おりゃ、倒すぜ。イズラ、イズラいいよ。うわ、攻撃された。意表をつかれた。よし、うわ、死んでる。よいしょ。
倒したんだ。すごい。おしなめ助かったね。よかったね。謎の教会があるぞ。ありがとう。セーブは大丈夫。セーブはしようか。ダメだ。なんか怖かった今。戦えるってことは戦うってことですよね、やっぱり。外に出るぞ、クト。うわ、なんかしかもあいつか。感じる。どんなに姿を隠してもその忌まわしい光の波動を隠せない。さあ、恐ろしく勇者を差し出すのだ。私の家族には指一本触れません。次から次へと。だって私たち一体どうしたら。この城はもう奴らに囲まれている。正面からとても突破できないだろう。倉庫にある地下通路へ向かおう。あそこを使えば城の外に出られるの。さあ、こっちだ。うわ、魔物がいっぱい。攻撃すると気づかれるんだな。2回ぐらいはなんかいけそう。傷回復してあげてもできないのか。倒さないといけないのね。あ、間違えちゃった。入っちゃった。確かこの棚の後ろに。さあ、エレナー・マルティナ、早く中へ。ちょっとね、ちょっと待って。こいつら助けたいね。
あの地下通路手元は、あの戦った場所にやられちゃうから、戦った場所に父がいるってこと。よし、ここから外に出られるはずだ。あ、まずいぞ。うわ、追ってきてる。私が見てみる。私たちは早く、あ、君たちは早くここから逃げるんだ。あなたでも頑張れ。いけ、いけ。まあ、しまわない。ここ絶対に通さんぞ。助けよう。反対、反対一気にね。おお、しかも戦うんだ、お父さん。一緒に戦うとは思わなかった。ナイス攻撃。剣か、あれ。そうか、よし、よし、倒した。これで全部倒しちゃうだな。早くエレノンたちを追わなければ。何かいる？マルティナ、ここにもいないのか。マルティナ、この声は出るかだろう。あ、まずい。あ、どうなんだ、まずいぞ。何かありそう。何か起きそうだな、これは。やばいな。これは、うわぁ、デルカダルオ、お前は一体何者だ。出たデルカダルオ。まずい、まずい。もうお前はアビンではないか。みんなは無事なのか。ああ、デルカダルオ、よくぞご無事で。幸いにもこの戦火の中、我が息子と妻、そしてマルティナは無事に城の外へ逃げ延びました。そうか、それはよかった。では逃げ延びた者のもとへ我が手の者を早速向かわせよう。デルカダルオ、何を。うわ、悪魔だな、ウルノーが。マジで勇者の血筋などここで途絶えるがいい。デルカダルオ、見たらお返事を。デルカダルオ、お、デルカダルオ、お、よくぞご無事で。到着遅れ申し訳ありませんでした。こっから騙されてたのか。これは一体
アーリンが突然私に襲いかかってきたのだ。だから仕方なくこの程度。そして我が娘マルティナも、犬の青きエレノアに人質としてしまった。うわぁ、犬の青かと、ともあろう方々がなぜそのようなことを。おそらく勇者の誕生がこの城の者たちを変えてしまったのだ。城を襲った者たちの狙いは、勇者を手に入れること。そのためにあまたの命が消えていった。うわ、勇者の光に闇が引き寄せられたのだ。伝説勇者ピースキーがいなければこのような悲劇は起こらなかった。最悪だ。うわ、もうがまじむかつく。ピースキーは世界を救う希望の子供ではない。このように邪悪なる闇をもたらす存在。災いを呼ぶ悪魔の子だ。つながった。求めたし、あの平和を脅かすんだよ。勇者を野放しにするわけにはいかん。草の根を開けて見つけ出すのだ。はっ、うわー、繋がった。最初とオープニングと繋がった。お父さん生きてて。違う、勇者ピースケは悪魔の子のではない。ゼルカだろう、止めなくては。このままが世界がやり、エレノアピースケ、不甲斐ない私を見出し。そうだったんだね。で、こいつを倒さないといけない。パパパ、うまいうまい。我が名はバクーモス、絶望を食らう者。国は滅び、愛する家族とは死に別れ、この男の絶望はまさに高級フルコース。こんな絶望にはそうありつきはしない。だからこの男に16年前の悪夢を何度も見せ、こうして食らい続けているんだ。この男の絶望は一度食べたら忘れられない。16年間食べ続けても飽きぬのだ。だがしかし、そろそろ違う味も試したかったところだ。次はお前の新鮮な絶望をいただくとしよう。マジか。さあ感じるがいい、お前の心の出現を叫ぶよ。ここはお前の心の中にある最も忌まわしい記憶。負けるなよ、キースケ。マジ衝撃だったわ。お前、勇者の力を奪われ、魔王を誕生させてしまった。そしてこの世界は壊れたのだ。お前は誰も守れなかった。お前は世界を救えなかった。それは無力な勇者の罪。抗えぬ絶望の暗闇に落ちてしまい、それが私の勝ちとなる。なるかよ。負けんな、勇者。負けんなよ。お母さんはお母さん。ピースケ、聞こえますか？ピースケ、来た。ピースケ、あなたの中にある聖なる光は決して消えることはありません。その光はあなたの中でひそやかに目覚めの時を待っています。この世界を再び世界に光で照らすために。よし。闇を滅ぼすことができるのは勇者であるあなただけ。さあ目覚めなさい。よし。なんだこの人は。うわ、うん、何、一体何が起こったの。おー、ピースケ、よかった、無事だったか。でも出た。うわ、光が前が見える。貴様が全ての元凶か。さあピースケ、こいつを倒したアーリン様の呪縛を解き放つぞ。行くわ。よっしゃ。くそ、あと一歩で極上の神聖な絶望に食らえるとこだったのに。まあいい、こうなったらお前ら全員皆殺しにしてまとめてオードブルにしてくれるわ。いや、出たな、バクーモス。
全員負かん。ということはチャンス。すげえ。スーパー攻撃力。オッケー。最新の地域レベルみたいな。しかもネタ。普通の攻撃出るのこれ。そうだ、カップルカップル。よし。どうしよう。ヘナトスくん。攻撃力を下げる。こんな技があるのか。見たい。よし。じゃあグレイグレイ落ちてくんないと困るよ。逆にあーでも効かなそうだな。あ、いや全然効かない。マジか。どうしよう。ゲホイム。わあ、やばい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 。あ、こいつこいつそっち系か。ちょっと起きてやばい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 。ミスった。あぶねえ。どうしよっかな。起こす技がないから、もう一回タッチとか。ちょっと起きて起きて、お前ら起きろ。いいっすよ。やばい。よし起きた。起きなさいよ。バイシオンはまだ効いてる。スキルト的なものが。それやばい、それやばい。強いな。レベルが大きいじゃないかな。よし、起きて。あ、ザメハ。危ねえ。やばいやばいやばい。死なないで。ナイトプライド勇者の能力が超アップ。何それ。メラハリケーン。ナイトプライド見たい。これは完全に
わ、かっこいい。よし、勇者行け。倒しちゃったよ、倒しちゃったよ、もう倒しちゃったよ。なんかそんな予感したんだよ。ギギャー、よし倒した。お、父の幽霊、めっちゃ本物みたいになった。ここは一体、そのまなざし、その目に宿る優しい光は、まさかそんな、生きてんの？ピースケ、ピースケなのか。うん、そうか、私を絶望の力を吹き上がってくれたのはお前だったんだな。いっぱいになったな、ピースケ。うん、うわかっけえ、笑ってる。あなた、ようやく元のあなたに戻ってくれたのね、ママ。ああ、信じられない、君なのか、エレノア。あなたを苦しめていた呪縛はピースケが解き放ってくれた。これで私たち安心して旅立てるわね。そうだな、エレノア。うわぁ、いらなくなっちゃった。ん？ん？ピースケ、私の可愛いピースケ、あなたにはこれからも多くの困難が立ちはだかるでしょう。それでもそのまままっすぐに進みなさい。あなたの中にある希望の光がきっとあなたを導いてくれるはず。父と母もいつもあなたを見守ってますよ。いやー、さようならピースケ、ずっとあなたのことが大好きよ。しまった。これで本当にお別れだな、アーミン、エレノア。ピースケじゃん、それ。お、戻った。お、勇者の紋章が光り輝いておる。アーミンとエレノアが勇者の力を蘇らせてくれたんだな。すげえ、やった、ありがとう。さあ、行こう、真の勇者ピースケよ。今度こそ勝利をこの手に掴むのだ。グレイグが仲間にいるからね、こんなことあってもね。よっしゃ、さあ、いつまでも嘆いていてはいかんな。気を引き締めて次の目的地へ向かうぞ。これより北にあるグロッタの町ならば人も多いし、新たな情報が得られるかもしれん。早速行くとしようかな。おお、はい、ということで勇者がなんと復活して、スキルパン、あ、めっちゃでかくなってる。すごくないこれ。すごいスキルパネルをゲットしました。はい、ということでこの動画がいいと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは皆さん、ピースな一日を。バイバイ。